NHK 党の立花党首はガーシー参議院議員が8日、国会を欠席し懲罰に応じなかったことなどの責任を取り党首を辞任すると表明しましまた。3月の上旬には帰国をし登院をするということをずっと申し上げておりましたが、まあ、この約束が保護になりましたので党の代表としては責任を取らなければならないということでの辞任ということでございます。

自身の後任に建築事務所に勤務する大津綾香氏を当て政党名を NHK 党から政治家女子48党に変更したと発表しました。